それは男性に対してもあるじゃないですか。まずは、こいつは守ろう。男性に対して、冷静に考えて、そういう男性の中でどう頭角を表したいって自分で考えてるじゃん。いるわけで、でその中で一人しか出てこれないとなったらね、やっぱり周りの実力もいっぱいあるけど、そういうことはあるんじゃないですか。それは女性男性か変わらずですよ。それが他にも衛兵ですよ。交換式あるじゃないですか。お寺に行ったら衛兵って降りてください。今のはもう記録入っちゃいました。今写真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 教会の方に行ったら。あの後ろの馬に乗ってる二人のあれ女性の警官だと思うんですけれども、はい、あちょっと楽してますね。あのここでは女性の警官であっても同じ仕事してるんですね。ただ日本の場合は日本の府警といったら、ね、男性と違う交通のなんかあの駐車違反の取締りあったり同じ仕事してるわけじゃないんですよ。あのちょっと時間があるので、はい、あのこ の, あのバスでここで降ろしてもらって写真を撮りたい方は撮って、あ、ええー、ねえ、あ、前が綺麗で前が、あ、すごい、車どこ止まってるの、これ毎日やってるんですか、こういう方針やってます。この時刻、あ、この時刻に違う、その永遠の交代時で30分くらいかかるんですよ。だからそのちょっと時間はないんですよ。ちょっとだけね。なるほど。もう出入口で待ち構えてる。取れないよね。子供ですと言って見えますか。顔してないな。入ってたら誰も来ないか。
Thank you.